あったかい。コンビニの弁当は手軽さはあるけどね。うん、うまい。あ、超うめえ。めちゃくちゃうめえんだけど。マンスリー95位。あ、そうなんだ。俺が肉豆腐だ、これ。肉豆腐とか初めて食ったら美味しいよ。マンスリーとかもう全然見てないからな。もうランキングとか全然意識してないな。うめえ。超うめえ。超うめえ。ほっともっとめちゃくちゃうまいんだけど、マジうまい。顔見えない。いや、顔はね、あんま風呂入ってないからあんま出したくない。大丈夫かこれ。うめえ。超うまいっす。マジで超うまい。七原面白いってだって何やねんやろ。七原面白いんだったら七原の放送見てないやろ。いちいち報告してくんな。いちいち宣伝すんなマジで。七原の放送面白いんだったら七原の放送勝手に黙って見てろクソが。俺のところでいちいちそんなこと言うな。おいしい。あー超うめえ。七原七原うるさいんだよ。七原七原ってああ、俺の全盛期と今の七原ってどっちがすごいんだろうな。あ、でも俺の全盛期は時代が違うからね。七原は今の時代にこんだけ集めてるって部分もあるからな。まあでも昔は立ち見機能、あ、立ち見じゃない、マインテ機能もあったけどね。どう考えてんの七原って。でもコミ人数とかではだって俺にまだ負けてんじゃん七原。昔の俺のコミ人数とかより全然まだ七原下じゃん。あ、こんばんは。うん。七七原か。七原くんコラボしてくんないかな。七原くん、俺マジね、ニコ生の誰よりも七原が好きな自信ある。本当に俺、どんなリスナーよりも俺が一番七原を好きな自信がある。それぐらい俺は七原のこと好きなのに。絶対俺と七原くんが一緒にコラボしたら絶対面白いのにな。自信あるのに。俺と七原くんがコラボしたら絶対面白いのにな。あ、ジェットシティさんです。こんばんは。俺と七原くんがフュージョンできればマジで絶対に最強の配信が生まれるのに。七原くんベジータだからな。俺がカカロットだとしたら七原くんベジータだから。俺とのフュージョンをかたくなに拒むからね。フュージョンさえ、俺と七原くんがフュージョンすれば最強の戦士が生まれるのに。七原くん返事返してくんない。ツイッターでリプ飛ばしたのに返してくんないんだもん。七原くん返事返してくんないんだもん。